今回消えた天才シリーズ第4弾ということで、ゲストをお呼びしました。同世代でもう知らない人はいないと、中高はもう雲の上の存在だったんですけど、小松原学さんに来ていただきました。よろしくお願いします。小松原なんですけど、まあ、あの同級生で、実際に、まあ、今回その消えた天才シリーズ第4弾なんですが、ユース年代とかジュニアユースとかそこら辺からもうやっぱ代表レベルだったり全国で活躍して、まあ、もちろんあの小松原自身そのプロに進んだんですが、プロキャリアとしては5年、1998年だから、そうだね、その後でも1回辞めて JFL 行ったのかな。あ、そうか、 JFL。 そうでも同世代では多分一番に日の丸をつけてこう活躍する選手だろうという、まあ、だからそこにどういうストーリーがあったのかっていうところで、まあ、皆さんのこの視聴者の皆さんもでもたくさんこういろいろね、いろんなこの進み方ってあると思うんですけど、参考というか、まあ、生かしてもらえればということで、はい、まあ今松原はそのスポーツトレーナーとして大活躍中なんですけど、でこちらなんですけど、まあ、保水液でこちらその概要欄の方に記載させてもらうんですが、まあ、足がつらないとか、肉離れしにくいとか、まあ、あの小松原自身があの開発して、たものみたいなので、皆さんぜひ実際に本当興味ある方はあの DM で見てもらえば、インスタのね、はい、インスタの、はい、あのリンク貼らせてもらいますので、そちらの方で対応させてもらえればと思います。内容等もこの、あの、はい、補正液のところを記載しておきますので、皆さんぜひご興味がある方は DM お願いします。はい、小松原は小学校はどこだったの？小が地元のチームで全国大会3位かな。あ、3位。あ、もうだからそこからも、あ、そこから入ってたのね。そうそう、優秀選手もらって、うん、で神奈川からオファー来たけども、うん、いや俺は群馬に残って、うん、どこも行かないっつって、で、うん、部活やって、うん、そっからかな。あ、そっから、うん、で中学校で関東選抜、そう、中1で群馬選抜入って、で、うん、1つ上の中2、うん、中1の時中2の関東選抜に入って、うん、中2の時にまた関東選抜入って、うん、でその時にあの関東に阿部ちゃんとか、うん、阿部ちゃん、なお前田とか森本とか、うん、あの辺の連帯で優勝して、うん、東京もいてね、うん、俺と東京が U16、17に1個上の世代に代表に入ったっていうことで、うん、もう本当同世代で知らない人いないっていう、まあ一つ上の飛び級でのやっぱ代表昇格っていうところ、うん、でそこからユースに進むベルマーレ、そう、高校選手権出てるようなクラブから結構クラブとか高校で連絡あって、うん、いやでも、もうクラブプロになりたいからってんでもうクラブを選ぶしかなくて、うん、下8チームかなオファーって、うん、でもう中学から部活終わっちゃうでしょ、うん、だからもうすぐ行きたいと、うん、8月終わってすぐ行きたいと、うん、でもなかなかそれが現実的に不可能 で、うん、でベルマーレとヴェルディが最終的に頑張ってくれたけども、うん、まあ、ベルマーレが中学から転校できますよってので、うん、アジア大会終わってすぐもう転校しちゃって、あ、それで転校して、そうそう、だから、クラスメイト転校するやつあんまり知らなかったの、うん、じゃあまた明日ってそのまま転校しちゃった あいついないみたいないきなり、ほんとほんとそんな感じだった。で、なんかちょっと風の噂で、あの、うん、J クラブ全てから練習参加を、うん、申し入れ、そのユース時代、そう、結構もらって広島も行ったし、あちこち行って、うんうん、バッティングしちゃったっていうか、横でヴェルディがあっててベルマル来ちゃったとか、お結構そういうのがあって、へぇ、小松原、その中井時を、うん、あと俺知らないんだけど森ね、関西ね、森選手、俺森選手があんまちょっと分かんない、森ドリブルのゴリゴリのドリブル、あ、そうなの、うん、今でもやんちゃみたいな感じ、あ、そのヴィッセルで、そう、うん、あと松井もいたでしょ、あ、そうだよね、うん、まあ、見て分かるんですけど体格いいですし、もうフィジカルがとんでもない突出してた選手、フォワードで、まあそれで転向できるベルマーレすぐポンっていっちゃって、もうジュニアユースに入って、もういきなり気づいたらプロみたいな、うん、で当時どう思ってた、その中学校とか、もう俺はもう違うっていうか、その才能があるって思ったのか、うん、なんかこう他とは違うってこう感じてた、いや全然全く劣等感しかない、もうそうなの、うん、だって周りに松井とか特徴あるやついっぱいあるでしょ、うんうん、いやそいつは上手いし、いやあいつに追いつかなきゃって、うん、それしかなかったと、あ、そうなの、うん、多分負けたくないって気持ちは多分強かったと、うんうんうん、劣ってると思ってた、それでさ、でも U16 とか入るわけじゃない、うん、まあ、うんうん、その時の気持ちっていうかさ、いや、どうビクビクよ、みんな一つ上の高校生でしょ、う
集合してもなんか高校生で、うん、俺は田舎から出てってるから、うん、なんもわかんないでしょ、うん、こんななんかできんのみたいな。あ、そんな感じでもやったらまあまあ、うん、通用する部分通用しない部分があるし、うん、あ、まだまだいけるっていう感覚しかなかった。ちょっと意外すぎる。本当本当本当にその自分の多分弱みを隠さないために多分こうドシッとしてるかもしれない。内緒はもうビビッとだと思うよ。あ、その外向きにはね、うん、そう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 、うん、俺はできるよみたいな、うん、やってやるよみたいな感じだったけど、私はちょっとビクビクしてた。そんなの全然そうよ、怖いもん。へえ、いい先輩もいたけどね。うんうんうん、しかもまあ、 あのうちらの上の世代って、まあ、ゴールデンエイジがいたりとか、うん、まあ、一個上の世代でもね、あのたくさん高校生ある選手たちたくさんいたと思うんだけど、うん、今の時代と違ってやっぱ上下関係がすごい激しくあった時代だったし、うん、ユースもまあ、交代でも含めて割とまあチームにもあと分かれるのかな、その上下関係っていうのは。そうだね、でも俺そんな上下関係なくて、うん、だから逆にそれが良かったかもしれない。なんか生意気で、うん、ちょっと可愛がってくれたって、みんなうるせえなみたいな、うんうんうん、だその辺が上の世代の人とかそういうオープンだったかもしれない。へえ、うん、あ、そうなのね。それが今だから未だにそれで可愛がられてる部分もあるかもしれない、ね、うん、そこからまあ湘南ベルマーレに入団、ここはその経緯としては何チームか多分あったと思うんだけど、うん、その中でなぜにこう湘南。湘南はもう中学から全部用意してくれるっつって、うん、もう中学から8月から行けるよみたいな、うんうん、でその条件がまずそこで一つと、うん、まああとはもうすぐこうプロの話まで話があったから、うん、こうチャンスだな。でまたすごいその時ヒデさん、うん、確かにそうだね、クラウジオとか田坂さん、うん、夏香さんで代表クラスも出し、うん、一番いい時代にポンってこう下っ端で入れたっていう。まあでも大変だったよね、すっげえ大変だった。まあそう、うん、でそこからまあねプロ、うん、実際に入るわけじゃない。でも試合数見たらさ1年目2年目とか結構コンスタントにこう出てる。そうそうそう、もう大体出てて、うん、1年目もちょっとやんちゃで、うん、もうちょっとデビュー早くなりそうだったの、うん、でも頑張りすぎてちょっと内定に痛めで、うん、2週間ぐらい遅れて、うん、でなおかつ丸の内戦から最初のサブ、うん、で出なかったのサブで、うん、で出ないんだったら学校行ってればいいやって言ったらそれがメディアに拾われて出ちゃって、うん、ボロクソ怒られてちょっと干されて、でその後のセレッソ戦だった。あ、でそれが結構やんちゃだったかもしれない。なるほど、あの結構尖ってたというか尖ってて、ハンダ試合出さないで学校行ってよかったが取られちゃったわけ。へえー、そうなのね。平塚学園の仲間と修学旅行ってオーストラリアだったので、うん、行きたかったけどそれいくつは怒られたし、うん、なんも結構やってたよ。あのだからあれね、まあ、その自分の思うようにこう進んでこうね、うんうん、フォワードザ・フォワードっていうね、行きたかったよ修学旅行。行きたかったよ。今思えばさ、まあね、ね、その 1週間って、うん、大人になったら大切じゃん。いやそう、もう記憶に残るからね、うん、やっぱそのサッカーやっててそんなないじゃん、うん、まあ、みんな同じような毎日同じような日にちでしょ。まあそうだね。後悔だよね。その後悔かい。そう、行きたかった。だってお土産カンガルージャーキーでしょ。それは残ってるけど。行きたかった。実際そのプロさ入団してヒデさんとかで一緒にやったわけじゃない、うんうんうん、そうどうだったの、そのレベルの差を感じたのか結構やれるなっていう感覚どっちが強かった。いや強いっていう部分とやれるなっていう部分と、うん、やっぱすげえなっていう部分。試合にデビューする前クラウジョの股抜きしたら思いっきり周辺削られてたわ。マジ、うん、あこういうあれがあるのか、うん、そういう部分も感じたし、うん、プロってすごいなっていう、うん、ヒデさんもすごかったし、うん、でも優しかった。ヒデさん本当にサッカー教えてくださいって言ったら、うん、みんな帰った後、俺とグラウンドでヒデさんポツンと座って、うん、30分ぐらいかな、サッカー教えてもらって、うん、うん、それはまあ戦術、まあ、サッカー IQ 的な、まあ、サッカーのベルマルのこととか、うん、人の代表のこととかいろいろ教えてくれて、うん、だから身近な存在にすごく感じたから、うん、もう少し頑張っていけるかなっていう感覚もあったし、うん、でまだまだ足んないなっていう部分も、うんうん、でそこでまあ J カテゴリーとしては5年、5年、1998年から、うん、2000年か2001年ぐらいまで、ね、バンホール甲府が最後で、うん、でそこから、まあ、JFL ということだったけど、うん、そこは何なの、あの満了ってことだったの。そう、怪我して、うん、その怪我もその18、19の時にジョーンズ骨折やってて、うん、まあ今だから言っていいのか分かんないけど、うん、見落としだったの。そう、サガン鳥栖かどっか試合やって、うん、ゴールして、うん、タックルされて、うん、痛いなと思って試合後スーツの靴も入んなかったし、うん、革靴もね、うん、で一応念のためレントゲン取りましょうで取って、うん、次の問題ないですよって言われたけど、うん、もうその後痛くて、うん、
でナイキと契約したらナイキのスパイクも変わったでしょ、うんうん、だから余計こう切り返した時に、はいはいはい、第5中足骨響いて歯型になったもんね。そうそうそう、うん、でそれでトレーナーもいやおかしいねみたいな、うん、でもまあ針打ったりとかして、うん、今は全然効果なかったんだけど、うん、でそれが結局折れたままずっと19ぐらいになってる状況、でそれでそっちで左にかけられなくなった分右にかけたら右の腓骨筋腱脱臼して、うん、で腓骨筋腱脱臼してそして今度こっちにかけられない左に行ったら、うん、今度もう左も折れてるから、うん、やっぱりこう痛くなって、うん、でそんなことしながら左右右左疲労骨折しながらやってて、うん、甲府の行った時にタックルされて、うん、ジュビロの代表の時の代表のドクターがいて、うん、レントゲン取ったらもう結構だからそわそわしてて、うん、これやばいよみたいな、うん、折れたのかなって思ったけど、うん、いやもう今の怪我じゃなくて、うん、ジョーンズ骨折やってるっつって、うん、こっちの方が重大だっつって、でもほっとした部分もあった、ずっと痛かったのこれかっていうのと、でそれでいやどうしようもなんないから、うん、結局金具も抜いてないし、うん、でそのまま怪我切れて、うん、17の時にお世話になった日本代表の加藤先生に相談して、うんうん、どうしてももう一回やってみたいから、うん、右足の手術と、うん、左足の手術と、うん、骨移植して、うん、で手術して、そんなのがあったんだ。そうそう、そこがもう、5年目とか4年目とか、そうそう、どんくらいかかったのその怪我期間としては。怪我だから怪我だから その時 J2 落ちるか落ちないから藤田が撤退してとか結構そういう問題があったから、うん、自分の怪我どうこうじゃなくてクラブ の存続だったりとか経営的なね、うんうん、そこ我慢しなきゃいけない部分もあるし言えない部分もあるし、うんうん、まあまあ運も悪かったところもあるし、うん、でも痛かったよね、めっちゃ痛かった。それはなるほどね。そこでまあそういう今チームの状況もと怪我の、うんうん、ことも重なって、まあ、契約満了になって、うん、それで甲府。そう甲府でもその時に、うん、トレーナーにちょっと不審があって、うん、で自分でパーソナルトレーナーつけたの、うん、逆にそれが良くなくてクラブとしても、うん、結局クラブのトレーナー言うこと聞かないで外部のトレーナー言うこと聞くでしょ、うんうんうん、そういうスタイル昔だから、ね、うん、今は別にパーソン OK だけど、うん、で代理人もつけたりしたから余計クラブと の溝っていうのも多分生まれちゃった、うん、なんかこう育ててもらったけど、うんうん、代理人つけて、うん、各ね選手トレーナーつけてるとクラブもよく思わないし、うん、だからそこでこう人とのコミュニケーションの取り方だったりとか、まあ、そういう部分も、まあ、学んだって学んだって感じだよね、うん。その骨折はもう抱えながらやって、そうそうそう、骨折抱えながら満了になって甲府にでプレーするじゃない、うん、その時もそれをずっと持ちながら、そう持ちながら、うん、で結局揉めて、うん、揉めたんだけど腓骨筋腱脱臼のビスが入ってて、うん、それを抜いて完治だったのね、うん、で抜けずにいっちゃったから、うん、足首が全然こう低背屈できなくて、うん、硬いじゃん甲府の環境悪くなるし、うん、そしたら全然クッション性がないから、うん、今度第二疲労骨折、もう右足同時もならないで左に逃げたわけ。あそしたら左は逃げてもここの第五中足骨がいってるからもうダメで、うん、もうどうしようもなんなくなった時にタックルされたわけ、バチッ。でその12週間後に、まあ、とりあえずもうバッキリ折れるまでやるしかないって言ったら、うん、運悪く、うん、誰かのスパイク踏んで、うん、また亀裂がパシッと走って、あもうダメだ。はあ、怪我だったらね。そう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 。でもなんか、ね、なるほどね、怪我して終わられたと思いたくないから、うん、もう1年かけて奮起したわけ。うんうんうん。その後が JFL。 あ、じゃあその後が JFL。 そう、甲府の後に JFL。 そう、大変だって、いろいろその車売ったら車売ってお金取られちゃったりとか、うん、そう生活費に当てようとしたの。結構どうしようもない生活をしたことも、生きるために、うん、それで、うん、なんと生き抜いたわけ。あもう超大変だった。でもそこでいろいろタレントさんとかそういう関係のドアマンやったりとか、うん、イベント手伝いしたりとか、うん、だから今思えばそれが生きてるかもしれないね、うん、イベントの手伝い、うん、人の流れ。いや俺のイメージね、うん、とんでもない荒くれ者だと思ってたの、うん、なんかまあタイプ的にはモニと一緒のこの匂いが。いや、あいつとはよく喧嘩してあいつだって俺に金のネックレス売ろうとして、高校の時ね、いらねえよっつって。そう、でもモニも真面目だし、そうそう、サッカーにも真摯だし、でもなんか風貌がさ、ちょっとこうね、やんちゃ系というかさ、あのジャンルとは違うね。モニはだって、セルシオの上にフォアフォア乗せた
時でしょ。あ、そう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 、知ってる？わかるわかるわかるモニがセルショーにあのホワホワ乗せて、俺はちゃんとアメリカのでかいの持ってたからちょっともうその辺でモニとは違ったんだでも JFL でやったシーズンも痛みながらやってたんだよね、言ったら。いや、JFL のシーズンは平気だった。あ、もう大丈夫だったんだ。あの、終わって、うん、J は5、6年やって、うん、それも僕2年から2年か3年ぐらいやったんだけど、うん、7、8年か、うん、でも結局、なんかこう思いっきり削られるとかして、うん、まあ自分でそれでテーピング巻いたりとかしてて、うん、でそこで次の人生見つけた転機かもしれなかったね。誰もいないとトレーナーも、うん、怪我持ちだったし、うん、でも最初良かったよ。 JFL でいきなしデビュー戦、うん、足首やられてたけど、うん、オーバーヘッドとヘディングで逆転したりとか、うん、群馬帰ってハットトリックしたりして、うん、結構いい感じにして、うん、でもやっぱり気持ちがなんかこうプロでやってて、うん、今度1年間怪我してて、うん、お世話になった人にこう自分のその姿を見せるようになってたから、うん、これってプロじゃないかなっていうのはこうあったかもしれない。なんかこう、うん、ピュアな部分があって、うん、プロはもう前向きにってずっとやってきてサッカー好きだったから、うん、それがなんかこう見せるようになってくると、うん、ああプロじゃないんだなと思って、いやー見ようってやめちゃったわけ。それで次の第2の人生にシフトチェンジをするわけなんですが、スポーツトレーナー、そうスポーツトレーナー、もうそこはもう引退後すぐに、引退後っていうかもうあと5試合しか決めやらないって決めてて、うん、残りの3試合ぐらいにヘディングずっと点取ってって決めたら、うん、なんか相手に蹴られて蹴り返して退場もあってなんか5試合決めたら累積的に出れないじゃん、出てて、うんうんうん、で俺の決めて5試合で決めて、結局3試合で終わったわけ、うん、でその後すぐもう今日もってやめますってマスコミの人がいたら言って、うん、もう次の日が行かなかった。あ、そうなんだ。ボロクソ電話あったけど監督、コーチは、うん、で、すぐ履歴書出して、うん、専門学校に、専門学校行ったんだ。そうそう、専門学校。それで今やアスリートもそこ、そう、アスリートも、ね、アスリート、芸能含め、著名な方からいろんな人たちをこうサポートしてる、スポーツトレーナーとして、で、すべて免許持ってんだよね。そう、アスレチックトレーナー、柔道整復師、うん、ハーリー、球師、アンママッサージ指圧師と、あと登録販売者だの、うん、薬局のあるでしょ、うん、登録販売者、うん、あれも一応取って、うん、勉強したってこと、した、した、超した。だから劣等感しかないから、勉強できないっていう、うん、ここほとんど行ってないでしょ、うんうん、ちなみにさ、ちょっと戻るんだけど、うん、やっぱ同世代がさ、阿部ちゃんだったり、石川直だったりとか、こう頭角をどんどん表してた姿っていうのは、小松原にとってはどういう感じだったの、その同世代がこう両一も含めてだけど。そうだね、だから素直に応援 しきれない部分もあるけど、うん、一緒にやってきた仲間だから応援したいし、うん、でもそれ見てまた頑張ろうとか、うん、でまたいつかなんかボール蹴れるんじゃないかなって引退したらとね、うん、だそういう思いもあったし、だそれがだんだん実現となってきて、うん、この前、あこれは私81年会の、うんうん、あの時も行って、うん、誰一人時間にちゃんと来ないけど面白い集まりでもやっぱいい意味でもやっぱ尖ってないとやっぱプロの世界っていうのはね、うん、あのこだわりっていうのが、まあ、そこはどうこううまく運んでいくかっていうのは大事だと思うんですけど、最後にその、まあ、小松原のそのプロのキャリア含め、うん、幼少期も含めなんですけど、なんかこう今からこれからプロを目指す子たちに小松原なりのこのメッセージというかアドバイスがあったら、そうだね、なんかいろいろこう指導の現場にいるけど、なんかほんとサッカー楽しんでもらいたいし、うん、なんか今俺たちの世代いい意味でも情報がなかったから、うんうん、プロになるしか考えてなかったけど、うん、今の子たちっていろいろ情報があって、うん、YouTuber だなんだかんっていっぱい夢があって、うん、じゃなくてほんとプロになりたかったらそれ一歩でいけるような、うん、なんか自信となんか努力っていうのをしてほしいなっていうのが、うん、なんかね、あと指導者だよね、うん、なんか本当にこう今この少子化になって勝利主義になってくるから、うん、やっぱちゃんとその指導者がどう育成していくかっていうのもこう選ぶポイントになるのではないかなってすごく感じてて、で俺たちも責任あるかなってすごく感じて、本当、うん、なんか夢 を一緒に作っていかなきゃいけないから、うん、アドバイスっていうのも一緒に頑張ろうっていう感じの方がいいのかなっていうのは最近ね、永久に言ってるでしょ、うん、言ってる、感じるよね、うん、いや、いろいろ感じる、感じる、うん、違う視点でね今なんか個性っていう意味ではちょっとこう薄れてきてるような感覚はあるんだけど、うん、小松原的にはそこの個性に対しての今の現状だったりとか含めてどう思うのかなっていう、うん、なんかみんな収まろうとするでしょ、なんか、うん、誰かみんな右行ったら左行くやつもないし、うん、右行ったら右行くし、なんかはみ出すやつがいいのかなって、うん、指導者側としてもそうだし、うん、
なんかよく見せよう、よく見せようってもあるから、うん、なんかこうやんちゃでもいいし、なんかはみ出すやつがいてもいいのかなって、それは個性だし、なんか個性を潰す必要ないし、うん、なんかその辺をすごく感じてて、うん、別に俺たち怒られてもいいじゃん、なんかちょっと悪くして、うんうん、それをできるような指導者になりたいかなっていう。なるほど、うん、俺もね、だってしょっちゅう怒られたし、うん、迷惑かけてたから、うん、だからまあそういう子がいたら逆にね、うん、あの反面教師じゃないけど、いろんなこと伝えやすいし、ね、あともう逆に向かってくる子もいないじゃん。あ、そうだね、まあ、昔なんでだよとかないじゃん、俺ずっとそうだったもん、まあ、小学校でボコボコされたけどぶっ飛ばされてで中学校だって逆にそれが反動で意見言えるんだって。ジュニアユースもそうだったし、うん、プロになっても言って干されたし、うん、そういう部分で意見言える選手っていうのは欲しいなっていうのが、うん、ということで、今回、まあ、小松原学さんに消えた天才シリーズということで出まいりました。あの再度言うんですが、概要欄の方からあの今スポーツトレーナーをされているということなので、まあ、このこちらの補正液もそうなんですが、こちらもあの小松原が開発されたということで、興味がある方は、サポートしていただきたい方は DM で直接問い合わせしていただければと思いますので、今回は小松原学さんでした。ありがとうございました。